はい、こんにちは、杉潤です。今回ですね、2ステップオーダーフォームを使って、PayPal のプロダクトを、PayPal 決済システムの、ね、プロダクトをセットアップしたときに、どのような、ね形で、表示されていくのかということを確認していきたいと思います。はい、まずですね、希望とするね、オーダーフォームのね、テンプレートから、テンプレートを取っていただいて、そして、プロダクトのセットアップをしていきましょう。プロダクトをね、まず見てみましょう。はい。で、どういうようなね、プロダクトが今入っているかというと、今ですね、このような形でテストというプロダクトで、トライアル期間500円で、その後、5000円というね、セットアップをしています。で、中身をちょっと見てみますけど、ペイパルのね、プロダクトですから、もちろんペイパル V2 のね、インテグレーションしたものを選んでいきます。ペイパル V2 のね、インテグレーションに関しては、また、別動画の中でね、探してみていただければと思います。はい。そして、重要なとことしては、プロダクトディテールですね。この辺見ていきますけども、テストで5000円で、JPN、そして、プライスディスプレイオーバーライドですね。これ、表示される、ワードですね、言葉ですね。この表示で出てきますよと、選択するところです。あとはですね、これ見ていくと、プランネーム。これは、サブスクリプションのプランなんで、プランネーム。そして、フリーケンス。これは、頻度ですね。これマンスリー。月額払いになってますね。はい。そして、マックスナンバーオブチャージは、これは、もしこれを入れた場合はですね、いわゆるその、何回かの分割決済という形になります。例えば、3回で終われば、3回で分割ですね。はい。で、イニシャルチャージアマウント、これはですね、これ、for paid trials と書いてますので、これはですね、トライアル期間のね、価格になります。はい。で、特に設定、500円とね、設定してましたけど、今これ0円になってますね。はい。今これ500円なんで、これ500にしていきますね。500と。はい。で、あとはこのですね、ウェブフックをね、しっかり、ウェブフックを、ペイパルのね、自分のね、デベロッパーツールの方にね、必ず、ウェブフックの登録をしてください。このウェブフックの登録も、また別動画の中でありますので、また確認してください。はい。で、トライアル期間30日となっています。はい。そんな形でね、やっていきます。はい。そしてですね、じゃあ実際にこれ、もうセットアップできてます。で、確認するときはね、サマリーをね、見てください。サマリーを見ていただいて、どんなね、プロダクトの設定になっているかっていうことをね、見ていただいて、ペーパルで、サブスクリプションで、テスト、トライアル500円で、その後30日で、その後5000円になりますよというね、プラン。トライアル期間は30日ですよということですね。はい。そんな形になっています。はい。そしたらですね、じゃあ実際の、パネルに行ってですね、実際のですね、ファネルを見ていくんですけども、はい、じゃあこうやって見ていきましょう。はい、こんな形で、ね、今出ております。はい、で、ですね、まずじゃあここにね、2ステップオーダーフォームですからね、2ステップオーダーフォームの2ステップを入れていただいて、これ適当に、日本ですけど、すみません、時間があるので。で、これ、2ステップだから押すと、こんな形で今なっています。はい。テストで、トライアル期間500円、その後5000円となっていますね。で、ペーパルの場合は、このペーパルというボタンがあります。ペーパルの場合は間違いないでほしいのは、ここにですね、クレジットカードの登録情報は出ませんので、そこだけは、ね、注意してください。で、ペーパルを押すと、このペーパルのね、ログインになっていく。アカウントで支払うという形に、ね、なります。はい。そういう形でね、ペイパルがこう、ポストのペイパルが立ち上がって、支払いとなりますので、そうして支払いが終わればね、自動的にセットアップした、設定した、ネクストパネルにね、遷移していくような形になります。もしくはネクストパネルか、例えば今これでしたらね、見ていくと、はい、これで見ていくとですね、これ見ていきましょう。はい、まずですね、このパネルの、このオーダーフォームで登録して、支払った場合の、次のね、ステップは、ここのところのですね、ジェネラルというところに行って、ここでですね、ここのですね、オンサブミット GoTo で、これ、自分の NEXT パネルとかね、その他のパネルを選択してください。何も選択しなければ、勝手に次のパネルステップ、並んでいる次のパネルステップに行きます。で、これ登録してあれば、その指定した URL のページに遷移するということになりますので、そこを間違いないようにしてみてください。はい。一応そんな感じになっております。は
はい、なので、この2ステップオーダーフォーム、PayPal の、ね、セットアップの方法として、ね、間違えないでほしいのは、この PayPal、一番大きなところとしては、PayPal のセットアップの時に、クレジットカード情報ここには入力する場面がなくて、PayPal を押してから、ね、クレジットカード情報を入力する、もちろん PayPal で払うので、そういう形になっていますので、そこだけは間違えないようにしてください。ただ、きちんと、ね、ページが遷移される、そして、決済情報が登録されますので、そういった形ができますということで、やっていただけるというふうに思います。はい、ということでですね、今回は、通信オーダーフォームね、PayPal を使ったプロダクトをセットアップしていくということでやっていきました。またですね、いろんなチュートリアル動画出していきますので、またご覧になってください。はい、それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。またお会いしましょう。